はい、どうもレンです。ネイトです。はい、今回はゴッドバルキリー対ダブルゴッドベイ、ね、じゃあ他の動画でもそうだけどね、アルテミス出して次にアポロス出して、それが負ければエクリプス特別ルールで5ポイント先取最高。さあ1投目いくよ。はい、スイッドゥーワンゴッシュ。バウンドアタック決めてやりたいよ。よし、1ポイント目いくよ。はい、スイッドゥーワンゴッシュ。静かにセンターを取る。なんで？おーし、2対0。最強。え、スイッドゥーワンゴッシュ。3本目勝利。さあ4本目いくよ。え、スイッドゥーワンゴッシュ。オーバーフィニッシュ、意地を見せた。じゃあここでアポロス。3対0、3対1。最強。はい、スイッドゥワンゴッシュ。今度は、ああ負けた臭いな、これは。うわー、3対2。さあ、じゃあ3対2、そして合体ディオエクリプス。さあ、いくよー。はい、スイッドゥワンゴッシュ。さあ、やばいぞ。さあ、行くよ。はい、スイッドゥーワンゴッシュ。逆転勝利あるか、これは。やったぜ。さあ、やばいね、追い込まれたぞ。3対4。さあ、行くよ。はい、スイッドゥーワンゴッシュ。激しい。さあ3対4変わらず、いくよ。はい、スイッドゥワンゴッシュ。さあ危ない、5対4。というわけで、なんとか勝ったゴッドバルキリーに焦った。はい、というわけで今回はダブルゴッドベイディオエクリプスね、じゃあ勝利で終わりたいと思います。ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録お願いいたします。またいつかお会いできる日を楽しみにしています。またね。